はい、どうも、ヤスオです。ボーレムやっていきます。本日はですね、ちょっと前に紹介した武器なんですけれども、こちらの武器、イグニス・レイスのビルドをご紹介していこうかなと思います。でね、前ね、やっぱりホールド改変する前に、紹介したんですけれども、改変してからね、ちょっと気になったんですよね。イグニス・レイス、実際今どうなんだと気になったんで、ちょっとね、ビルドを一新して、前と全然違った感じになったので、今回ね、そちらもリメイクということでご紹介していこうかなと思います。俺の大好きなケストレイル、これぜひ使ってね、みんな。マジ強いから。さあ、ミッションにやってきました。こちらの武器は本当にみんなが愛用するような武器なんですけれども、なぜねこれが愛用されているのかって、やっぱりね AOE として本当に使いやすいっていうところなんですよね。まあ、武器の全体的なリワークプラスホールド武器自体のね、改変もあったおかげで、だいぶね使い勝手が変わりました。どのビルドを作ってもある程度戦いやすいっていうところが本当に強かったんですよ。例えばファイアーストームをつけたりだとかして、まあ、範囲をね重視したビルドだとか、まあ、本当に火力をね重視したビルドだとか、あとそうだね、ハンターモッドを使って、まあ、切断も狙っていけるような感じの武器に仕上がってるんですが、どれもねやっぱりある程度強いんですよね。まあ、武器のねステータスも見直しされたおかげで、本当ね基礎ダメージが10上がっただけでもこの武器はやっぱり断然違ってくるんですよね。クリティカル倍率もねやっぱり 2.5 倍になったおかげで、この10上がるだけでもねだいぶ違ってくると。さらに利便性質もね2なんですけれども、やっぱねこの武器利便があったら正直なしと全然違ってきますね。ソーティーに行けるぐらいからソーティー3もなんとか行けるぐらいまでは、まあだいぶ今ね使い勝手が良くなっていて、まあホールド武器のリワークが入る前は本当に雑魚を殲滅するような形の武器だったんですが、だいぶね火力も出しやすかったので本当にね前よりも強くなってると、結果的に。まあただしやっぱり壁を貫通しなくなったっていうのもだいぶでかいところなのかな。壁に向かって炎を吹いてね敵を倒していくっていう形も昔はできたんですけれども、でまあステータスはこちらなんですけれども、クリティカル確率が、17%、 確かこれは 12% だったかな最初は。でクリティカル倍率も上げられて 2.5 倍と。で、マガジン数は変わらず、リロード速度がですねこれ 1.7 なんですよね。地味にねこれもでかいんじゃないのかな。地味にリロード速度が速いっていうところもこの武器のいいところかな。で状態上確率が 29%、 まあこれもだいぶ上がりましたね。で、発射速度が、秒間8回ダメージを与えるということで、これはねまあ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 いいでしょう。とりあえずで火炎の、35の基礎ダメージと、この武器単体だけではなくフレームとの組み合わせもやっぱり見込めるのかな。例えばそうだな、単純に火力を上げられるライノのロアとか、あとエンバーの2番を使って炎をね、火炎か、火炎に弱点を持たせるといった感じの使い方もあるし、ミラージュでねまあ AOE を特化した使い方、そしてボルトの、シールドによってまあクリティカルダメージを思いっきり上げる使い方、さらにハローだね、ハローの4番によってヘッドショットをすることによってクリティカル確率っていうか、まあクリティカル関係がすごく強くなるということで、この武器はですねノーマルバージョンとは全然違って本当にクリティカルも見込めるので、まあいろんなフレームとの組み合わせもまああるのかなと、そこも強みの一つなのかなと思います。さあ肝心のねビルドがこちらなんですけれども、腐食をばらまく構成になっております。昔は感染で、ヘルスを半減しつつ雑魚をどんどん殲滅していくっていう感じのビルドをご紹介したんですけれども、今回はねまあこれが一番安牌なところなのかなといった感じのビルドで、基礎ダメージマルチショットヘビーカリバーバイタルセンスの、60属性が電気と毒ですね。で、利便の発射速度、やっぱりこの武器は今はね本当に発射速度が重要なのかな。まあホールド全体に言えることなんですけれども、特にねこのイグニスレイスは発射速度が重要なのかなと思います。で利便がなかったら場合はですね、まあここポイントストライクにして、クリティカル確率を上げるといった感じになってくるのかなと思います。はい、自分の利便はクリティカルダメージ倍率、そしてクリティカル確率、ズームマイナスがついてるんですが、まあここまで来たら
からまあポイントストライク抜いてね、はい、まあこれクリティカル確率ついてるからまあ貫通距離はこの武器いらないかな。デフォルトで敵に貫通するようになってるんですよね。壁は貫通しないけれども敵を貫通するっていうのが残っているので、まあこっちの発射速度でいいのかな。まあただデメリット効果の 15% 基礎ダメージマイナスっていうのはちょっと痛手ではあるけれども、まあ昔みたいにファイアーストームつけてる感じのビルドではないですね今回は。さあ、アリトヘビーガンナー155レベルですね。でこの武器ね、一つ注意点があるとすれば、まあこういう風に若干の AOE はあるんですけれども、距離を離れるごとにどんどんね、これ爆発扱いなので、爆発扱いっていうか、距離減衰するんですよ。なのでね、ちょっとそこが注意点なのかなと。いや155レベルこのスピードで倒せるか、やべえだろこの武器。昔だったらさ、だって100レベル倒せなかったよ、そう簡単に倒せなかったよ。確かね、イグニスレイスね、なんかようわからんダメージを出していた時代はあった。実装当時はね、よくわかんないダメージ出してたんだけれども、やべえなこれ、めっちゃ強くなっとるやん。これはみんな使うわ。はい、まあこんな感じでね、本当にイグニスレイスは強いですね。ただしそう、入手先がちょっと難しいっていうところがあるんですけれども、まあたまにねトレードで無料で配ってる人とかもいるので、そちらからトレードするっていうのもまあありっちゃありなのかなと思います。っていうか、まあそれしか今入手方法ないからね。まあできればリレー再建イベントで何かしらこのイグニスレイスとかさ、ちょっとやってほしかったなっていう気持ちはあるけれども、正直さ、ちょっと俺思ったんだけどさ、ここまで腐食ばらまけるんだったらさ、これ100レベルも変わんねえんじゃねえの対して。俺それ思うよ、ちょっと今。100レベルも変わんねえな、ここまで腐食ばらまけるんだったら。やべえな、この武器、本当に。頭悪いだろ、これ。ハーパックとか使ってらんねえわ。おいおい、ハーパックの悪口は言うな。やめろ。それ以上やめろ。